もし世界各国からスト5の代表選手を一人だけ選んで世界一を決めるワールドカップが開かれ、日本の総力を結集して勝ちに行くなら、代表プレイヤー、トレーナー、コーチ、セコンド、ガヤには誰を選びますか？ガチ君は何をして役に立ちますか？日本は勝ちそうですか？スト5だろ？勝つね。勝てると思う。絶対に。これはもう俺はね、まあ、もうみんな納得っていう人が代表になってほしいよな。俺だったら、まあ、まず代表プレイヤーは、時代さんです。はい。僕はもう裏で、いろいろと動くんで。いや、俺って言いたいんだけど、俺って言えるのちょっとダサいか。いや、これまさか。ずっとうぬぼれとると思われちゃいけんもんな。俺が今すげえ勝っとったら俺って言えるんだけど、俺そんな勝ってないけんな、今。いや、時代さんかな。代表プレイヤー、時代さん。で、これ、コーチは、まず絶対孫さん。コーチには孫さん。100% 孫さん。あ、でもね、やっぱりそのコーチってさ、リアルな話でいくと、その、選手とさ、コーチの信頼関係ってすごい大事じゃないですか。選手がコーチのことをさ、信用してないとさ、いくらコーチがさ、こうなんか言っても、多分伝わらんと思うんですよ、あんまり。伝わらんっていうか、あんまり理解しようとせんと思うよね。いや、それだったら自分がこうやった方がいいじゃん。で、なると思うんだけど。そういう意味で言うと、多分、時代さんって相当孫さんのことを信頼しとるんで、孫さんと梅原さんとか、なんか、すごい梅原さんをリスペクトしとるじゃないですか、時代さんって。そうそうそう。で、梅原さんと孫さんは、このコーチとしてはすごいいいなって思う。で、地獄人にフードさん。なんか、フードさんはちゃんと時代さんが、ないと思うけど、たるんどったりしたら、フードさんがなんか、ちゃんと喝入れそう。ネモさんとかでもいいんかな。あ、藤村さんとかね。え、なんなら俺、しごくとこに俺行きたいわ。なんか、年下に言われた方がちょっと聞くとかない？フードさんとかってまあ結構昔からの付き合いだけど、俺とか川野とかさ、まあ若手プレイヤーとか、ちょっとまだね、30になったばかりのプレイヤーとか、まあ若手か、若手のプレイヤーに、こうなんか言われた方がさ、ちょっとこう、しごきとしては、いいんじゃない。まあ、時代さんも、それより絶対やる人なんだけど。セコンドだったらでも、ここにフードさんなんかな。セコンドフードさんとか結構熱そうだけどな。あと、マチャボーさん。マチャボーさん結構セコンドでね、俺一緒に SFL、リーグ出たけど、オールスターリーグ。あの時やっぱね、マチャボーさんのアドバイスはすごい良かったね。ザンギさんはひたすら、スタッフさんにお冷や一つって言ったけど、マチャボーさんはめちゃくちゃ的確なアドバイスくれますね。しかもコンパクトに具体的なアドバイス。ネモさんもそう。うん。ザンギさんはもう、お水飲みながら、女の子のスタッフに、あ、お冷や一つって。お水って言えばいいのに、お冷やとか言って。俺、それが一番なんか残ってるわ、印象に。オールスターリーグの時のなんか、ザンギさんとの面白い話で。お冷やとか言って。女の子もちょっと困るたまに、お冷やとか言って。ええ、お冷やを。面白かった。あ、ボンさんとかね。ボンさんとかもなんかかなりセコンドとしてはさ、ボンさんとかいいね。ガヤはもうさ、黒人さんとさ、大貫さんがさ、まず、おるよね。俺はじゃけもうなんかデータ取りとか全部やるわ。アナリストみたいなこと。アナリストみたいなことを俺らは全部やるわ。言うたらこれって、日本のトップゲーマーたちが勝たせるために、いろんな知恵を使ってサポートして負けたら、やっぱりそれは時代さんが負けたとしても僕らの負けになるんで、もう相当気合い入れるよね。いや、絶対勝てるじゃろ、これ、日本。見てみたいけどな、そういうの一回。